ナンバー・アンダーライン・アイ・ウィズ・エム・ユー・ソ・イ・彼らの MC との交流では、それぞれのメンバーが夏の思い出や音楽に対する思いを共有し、特に翔くんが語ったサマーソニックや神くんが語ったロック・ジャパンの話題が印象的だった。ナンバー・アンダーライン・アイが出演したウィズ・ h MUSIC でのステージは、彼らにとってもファンにとっても特別なものだった。3度目の最多出演を果たした彼らは、パフォーマンスだけでなく、 その情熱と努力を持って観客との絆を深めた。彼らの MC との交流では、それぞれのメンバーが夏の思い出や音楽に対する思いを共有し、特に翔くんが語ったサマーソニックや神くんが語ったロックジャパンの話題が印象的だった。彼らは自分たちのステージに対して強い誇りを持っており、観客の熱い応援に対して感謝の気持ちを口にしていた。観客は早朝から暑さにもかかわらず長時間並び、 彼らのステージを心待ちにしていた。それを理解していた彼らは、どれだけ疲れても、観客に比べれば自分たちの苦労は大したことではないと口にし、精一杯のパフォーマンスを披露した。ファンとの間に築かれたこのような感情的なつながりは、ただの音楽イベントを超えた何か特別なものを感じさせる。それは音楽だけでなく、メンバーとファンが共有する時間や経験、そしてそこに生まれる感動が一体となった瞬間だ。 ウィズでのショ君・エム・ u s i c くん、キシくん、カミくんの姿は、単なるエンターテイナーとしてではなく、一人のアーティストとしての深みを持っていた。特にキシくんは、カメラを意識せず、自分の世界に没入し、その瞬間に感じたことや体験したことを最も真実に表現する姿が、観客の心を強く揺さぶった。このパフォーマンスは、彼らにとってもファンにとっても特別な夏の思い出として刻まれた。 翔くんが MC の間に見せたフリップには、この夏のナンバーワンの思い出として彼らが映っていた。それは、ファンが期待していた瞬間そのものであり、彼自身もその期待に応えるべく、全力でステージに臨んでいた証だった。初めてロックジャパンに出演した時の彼らのパフォーマンスは、まさに圧巻だった。多くの観客を魅了し、熱狂の渦に巻き込んだその瞬間は、彼ら自身にとっても挑戦だったに違いない。 それでも彼らは、その挑戦を乗り越え、アーティストとしての成長を見せつけた。特に翔くんの表現力は、ステージ上で光り輝き、彼の感情が歌やダンスに溶け込む様子は、ただ見ているだけで心を揺さぶるものがあった。このように彼らが披露するパフォーマンスは、観客にとっても特別なものだった。ステージ上で見せる表現の多様性、そしてその瞬間瞬間に感じたことを体現する彼らの姿は、 音楽を超えた何かを伝えていた。岸君がその瞬間の雰囲気や経験に基づいて最善の表現をする姿は、まさに、アーティストとしての彼の本質を示していた。彼らのパフォーマンスが終わると、ファンからは次々と感謝の声が上がり、またその姿に感動を覚えた人々が続出した。ファンの一人は、翔君や岸君、神君がどれほど努力し、そして彼らがその場で何を表現しようとしていたかを理解し、 深い感謝の言葉を送っていた。また、彼らが MC の合間に見せるリラックスした一面もファンにとっては大きな魅力の一つだった。普段のステージ上とは異なる、元の表情やユーモアに富んだトークは、ファンにとっては一層親近感を感じさせるものであった。翔くんがロッキンで見せたパフォーマンスは、そのダンスや歌だけでなく、彼の人間性そのものがにじみ出ていた。ファンの声援に依頼ながら、 彼はその瞬間に全てを捧げ、ファンにとってもかけがえのない夏の思い出となった。特に印象的だったのは、彼がファンとの間に気づいた信頼関係だ。観客の多くは、彼らのステージに立つ姿を目にするだけでなく、その人柄に触れ、ますます彼らのファンになっていった。このような彼らのステージは、ただの音楽イベントにとどまらず、観客とアーティストの間に深い絆を生むものであった。 そしてその絆は、夏の暑さにも負けず、彼らのステージが終わるたびに強化されていった。ファンは次々と SNS に彼らへの感謝の言葉を投稿し、そのパフォーマンスの素晴らしさを称えた。彼らの姿を見た人々は、次のアルバムのリリースを待ち望み、また次のパフォーマンスに期待を膨らませた。彼らのアルバム、ノーアイのリリースに対する期待感も非常に高まっており、 そのパフォーマンスや音楽に対する情熱がどのようにアルバムに反映されているのか、多くのファンが楽しみにしている。ファンにとって、彼らの音楽は単なるエンターテインメントではなく、日常の中での励ましや喜びを与えてくれる存在だ。特に、岸君が見せるラップのセンスや、翔君が持つ感情豊かな表現力は、彼らがアーティストとしての真髄を見せている瞬間だった。それは単なる歌やダンスを超えた、彼らの、 芸術としての姿を示していた。観客は、そんな彼らの姿に心を動かされ、そしてその一瞬一瞬を大切に感じていた。この夏のステージを終えた彼らは、すでに次の挑戦に向けて動き出している。4度目、5度目の出演も期待される彼らは、これからもファンとの絆を大切にしながら、新たなステージを作り上げていくだろう。ファンにとって、彼らとの思い出は一生忘れられないものであり。 また彼らにとっても、この夏の思い出は特別なものとして心に刻まれている。観客との強い絆、熱いステージ、そして彼らの真摯な姿勢。これこそが、ナンバーアンダーライン愛が持つ特別な魅力だ。そしてその魅力は、単なる一時的なものではなく、時間とともにますます深まっていく。彼らのパフォーマンスを目の当たりにしたファンたちは、一瞬の興奮や感動だけでなく、 その余韻を長く引きずるる。ように感じているこれは彼らが単なるアイドルやパフォーマーとしての役割を超え、一人一人の心に訴えかけるアーティストとしての存在感を確立しているからに他ならない。特に印象的なのは、彼らがその場にいるすべての観客とつながろうとする姿勢だ。たとえカメラを意識していなくても、ファンはその瞬間に彼らと一体感を感じ、まるで同じ空間を共有しているかのような感覚を覚える。 このような体験型の音楽が、ファンとの距離を縮め、彼らの人気を支える大きな要因の一つである。翔くんが語る、夏のナンバーワンの思い出というフレーズは、まさにこの夏のステージがファンにとっても、彼自身にとっても特別なものであったことを示している。彼の言葉からは、音楽やパフォーマンスに対する深い愛情、そして観客に対する感謝の気持ちがあふれていた。 神くんがロックジャパンで感じた誇りや、岸くんが自分の世界に没頭して表現する姿も、ファンにとっては忘れがたいものであっただろう。また、ファンの多くが SNS を通じて彼らへの感謝や応援の声を投稿している姿を見ると、彼らのパフォーマンスがどれだけ深く心に響いているかがわかる。あるファンは、翔くんが見せる表現力の豊かさに感動し、 彼がまるで自分自身の気持ちを代弁してくれているかのように感じたと語っていた。彼らの音楽やダンスがただのエンターテインメントではなく、個々の感情に訴えかけるものであることが、ファンの声からも明らかである。アルバム n o ア I のリリースが近づく中、ファンの期待はますます高まっている。彼らがこれまでに見せてきたステージパフォーマンスや音楽が、どのようにアルバムに結実するのか、その過程を楽しみにしているファンは多い。 そしてその期待は、彼らのパフォーマンスの一瞬一瞬に込められた情熱や創造性に裏打ちされている。翔く君が初めてロッキンに出演した際、彼はまさに新たな挑戦に挑んでいた。彼にとって、その瞬間はただのステージパフォーマンスではなく、アーティストとしての成長を遂げるための重要な一歩であった。その姿を見たファンたちは、彼の成長を感じ取ると同時に、彼が新しい経験から学び、 それを自分の表現にどう生かしているかを目の当たりにした。さらに、岸くんのラップパフォーマンスは、彼の個性と才能を余すところなく発揮する場であった。彼のリリックには、力強さと繊細さが共存しており、それがファンの心に響いた。彼のラップは単なる言葉の羅列ではなく、彼自身の経験や感情が詰まっており、それが彼の音楽をさらに深いものにしている。神くんもまた、 自分の持つ音楽性や表現力を最大限に発揮し、ファンを魅了した。彼がロックジャパンで見せたパフォーマンスは、彼自身にとっても大きな挑戦であり、その挑戦を乗り越えた彼の姿は、まさにアーティストとしての誇りを感じさせるものだった。彼のステージに立つ姿は、ファンにとっても感動的な瞬間であり、その姿を目にした多くの人々が彼を称賛した。このように、彼らが持つそれぞれの個性が融合し、 一つのステージを作り上げる過程は、まさに芸術そのものだ。彼らは単に自分たちの持つ技術や才能を披露するだけでなく、その場にいる全ての人々と感情を共有し、一緒に特別な時間を過ごしている。彼らが見せる、表現は、ファンにとってただのパフォーマンスを超えたものとして映り、共に過ごしたその瞬間が一生の思い出として心に刻まれる。そして、この特別な夏のステージを経て、 彼らの次のステージへの期待がますます高まっている。4度目、5度目の出演を望むファンの声が多く寄せられる中、彼らはこれからもファンとの絆を大切にしながら、新たな挑戦に挑んでいくことだろう。その挑戦は、彼ら自身の成長だけでなく、ファンとのさらなるつながりを生み出し、共に歩んでいくための大切なステップとなる。最も重要なのは、彼らがどれほどファンの存在を大切にしているかだ。 暑い中、長時間並び続けたファンに対して、彼らは心からの感謝を表し、その感謝の気持ちをパフォーマンスで返すという姿勢を崩さない。彼らにとって、ファンの存在こそがステージの成功に欠かせない要素であり、ファンとの絆を大切にし続けることで、彼らの音楽やパフォーマンスはさらに進化していくのだ。